ラジオ沖縄ナホットキャスティング赤川町瓶のゴブリーサビラ放送795回目の今日は4月のこの日内の久美旧歴では後の任後日の19日トゥイノヒーエイビンヤさて久々に流化の話を入れましょうかね中国のね、あのコジとか日本のことわざを流化に直したのがあるんですけれども今回は中核のものを言ってみましょうか えー、3世紀の中国の清神という王朝の時代ですねある人が賢秀という文人さんがいらっしゃるんですけどもねとっても要望が目立っていてまるで野生の鶴が鶴、ね、が鶴の,の中にいるようだと言ったらしいですねそしたら彼のお父さんはもっとすごいよと言われてしまったそうです。このここのととからね際立って目立っってて目いることを言ううんだそうですよ これを打ち,ち直すとどうなるのかっていうかリュウカ直したのがあるんですねあまた庭といいの中にただ一羽チルヌグトゥンゾヤマサティミウサあなたの美しさは多くの庭との中に鶴が一羽だけ回っているようだと訳しましたナチュケン野菜あまた庭といいの中にただ一羽チルヌグトゥンゾヤマサティミウサ もっとついてみようかね罪を憎んで人を憎まずっていう言葉がありますよねこれはうちの方に直した理由があるんですね憎さある人憎さどん知るな血ものを持ってなしや広くあきりま憎いと思う人のこともね憎くもってはいけないよ心を広く持って接しなさいという歌なんですね憎,ね憎さある人 に草どんしるな血物むてなしやひくあきりまあもう元のね歌っていうかそのことわざの品を落とすことなく自分たちの言葉に訳したということで非常に褒めたたいておりましたいかかかがでしたでししたたょううまた続けてみようかねさてシリーズ97回「赤瓦長便という沖縄散策ツアー沖縄歴史の裏表散歩」首里編をお届けいたしますよ。 今度はすいませんねちょっちゅう決定いたしました沖縄関巡り」ってねお墓ばっかり回りますよね「お墓巡りですよね」っていう声が上がってるんですが今回は違いますよ。偉人の成果や住居跡を訪ねてエピソードそれから今現在何を残したかなどを体感しますそれから石上技術の素晴らしさを伝える井戸や石垣なども見学しますね。五感をお風呂に使って 歴史を感じる散歩コースです参加費は2000円となっております、まあ、主なものを挙げますとティンサグの花の作者は誰でしょう勉強嫌いが大政治家に英雄が一点国族に明治維新の琉球それからえ立ての下二大改革組ミュードイを奪い楽しむ方法といった感じで話題豊富ですよまあ、詳細はね、水曜日の新聞を見てくださいねユイレール・ギボ駅の 改札前に9時15分集合で終了が11時半ごろとなっております。約2時間の歩きツアーとなっておりますのでね、えー、興味のある方は、050-5533-2525、050-5533-2525、沖縄ツーリストまで、うにげえすびら、マッチョエびんどっさい。それでは次のコーナーです。 沖縄のなんだ歴史の裏表裏剤城前の日の話をお届けいたします1567年少年王の時代ですね首里からロシアまでの道を整備した時の非文なんですね少年王の命令で国民が力を合わせて岩を刻み道を作り石を敷き川には虹色の橋をかけ,けたと記されていますでそのお祝いしたところまで書かれているんですね 日の皆さん日を見るときは、ね、頭の部分を見てくださいね頭の部分には「日輪双方雲紋」とてのが書かれていて「日輪」「太陽は国王」を表しています。法王「鳳、ね、凰」「孔雀」みたいな綺麗な鳥は優れた王様であることそれから「雲」これ豊かな土地を表しているそうですね。この模様もねだんだん薩摩が入っていくると変わってきていって乾燥になっていって最後は「回る」だけになってしまうこともあるんですね。さあ表ひらがな しかも琉球文裏漢文となっておりますが面白いのはね工事の責任者が書かれてるんですけれども名前がね琉球の呼び名で書かれてるんですよ。三種官国神これは海蔵それからトゥーミーグスク申しガニ名護太郎ガニ英方とかページン書きそうですけどねドーナーで書いてあるんですよね。で,で表の方にはひらがなで「国神ウフヤクモイ海蔵」トゥーミーグスクのウフヤクモイ 申しがにっ,ていった感じで、ね、書いてあるんですよ面白いのはね奉行の名前がやっぱ同じく書かれてるんですが奉行「ぐすくま太郎ガニ」と書かれています。で流文では「ぐすくまのおふやくもい太郎、えー、ガニ」と書かれてるんですね。この人はね王紀将ぐすくまセイキ宮っていう人でしてね書の達人として有名な方です。表漢文だからさ「ぐすくまセイキ宮」って書きそうですけどね。 なんで書いてないでしょうかね。さて、浦添城前の日というのがありましてね。1597年にえー、少年王の時代なんですが、首里から浦添城までの道を整備した時の日です。表がひらがなで琉球文裏が漢文で書かれていますが、この中の工事責任者の名前がね。武行グスクマ太郎がねと書かれてるんですよ。で、表の琉球文ではグスクマの不役もいたるかにと書かれてるんですね。 この人ってね実は王貴将グスクマウェイカタセイキュっていう人でしてねあの書の達人として有名な方だそうです我々がねよく歴史やるときにほらグスクマウェイカタセイキュって読んだりするでしょこれで書きそうですよねだけどわらびドうなーっていうので書かれてるんですねちなみにベンガダ岳の道を整備したカタノハナのヒモンこれ五百四十三年ですから年代近いですねやっぱり和文でもってヨアスタベ三人 オフザトオフヤクモイマフトガニ、えー、ギスシオフヤクモイのオフヤクモイヌタルガニミヤデーラとか言ってるねミヤデーラのオフヤクモイイクサガニと書かれているすですね。ということはこの時代は琉球の呼び名で品文が書かれてたってことになるんね。トロガニ時代が下りまして薩摩侵攻以降になりますとね。 あの十一八節で有名なイサバムの秘門五十八五太ギノワに行ったらまだ残ってますけどもね神蔵サーテンバシ秘門って言うんですがこれは完全に漢文で書かれていて表に書けた経緯漢文でですよ裏には工事関係者を書いてあります隆起文ないわけねその時は武行武和信長嶺平鎮数千と書いてあるねだからあれそれから正治名 奥浜ペーチン頂上みたいに書かれてるんですよだから琉球が独立というか完全にやってた時代と薩摩が来た時代で碑文の書き方で工事責任者の名前の書き方が変わってるっていうことが分かってくるんですね。文ってていうのを見てみたらなかなかか面白いねちなみにさ「碑文何し」に戻りますけど表のひらがな書きではね少年王の命令で国民が力を合わせて岩を刻み道を作り石を敷き 二次の橋をかけたと国民全体のたために作った道だとと書かれてるんですねところが表の漢文にはね王は25歳の時に浦添から修理に行って王になりましたと浦添の寺とか神社の参拝のために定期的に浦添に帰る必要があるとなので命令を出して道を作ったと書かれてるんで表は琉球部のところは琉球の人民のために作りましたよと裏は王様が 浦瀬出身なので里帰りすることがたびたびあるとそのために道を作りましたと書かれているわけねで、中原前中先生はおそらく漢文の方が真実に近いんじゃないかなということをおっしゃっておりました文字通り秘文の裏表で歴史の裏表がわかるっていうお話でしたいかがでしたでしょうか皆様歴史ってね、なんか難しい話とか遠いところの感じがするんですけどもねやっぱり人物を尋ねるとね意外と身近になったりするんですよというわけで シリーズ第97回赤瓦長便とうく沖縄歴史裏表散歩首里編「偉人の足跡を巡る旅」ということで今回は歩きツアーを企画いたしました4月の22日同日になるんですけれども参加費が大人2000となっております、えー、偉人のね与那原領空の生紀跡とか西恩の屋敷跡とかそれから義安町の屋敷跡それから湧き水でねだにがそしてひ笠比ーという素晴らしい井戸があるんですね そそしてて君が生ままれたた場所そういっっところを回るツアーになっております沖縄駅巡りってねあのお墓巡りですかって言われるんですけれども今回は偉人の屋敷の跡それから素晴らしいあの石組みの残っている井戸この石組みの特徴が世界遺産のポイントになってるんでねあのかなり見どころのあるコースとなっておりますよ。で初めての人もそれから深く知りたい人も。 両方楽しめるよといったコースになっておりますので興味のある方は是非あのご参加くださいね4月の22日の土曜日、えー、と9時15分に義母駅に集合しましてそれから終了が11時ャンゴルとなっております、まあ、周囲の街をテク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 歩きながら、まあ、歴史の偉人のね足跡を探りつつ楽しむというツアーになっておりますよ歴史だけじゃなくて得意の あの植物の話とかね見える風景とかそういったものをお話ししますのでまさに五感を使っった旅になっておりますよあの沖縄にね赴任してきた人とか改めてね沖縄の,のことを深く知りたいさという方には結構おすすめじゃないかなと思います。琉球のねこの政治家たちがどんなことを考えてそしてその人にやったことが今どのように変わってきてるのかどんなふうに役立ってるのかそういったことについてもお話しいたしますよ。 ぜひ、ご参加くださいね。ゼロ五ゼロ、五五三三、二五二五、ゼロ五ゼロ、五五三三、二五二五。沖縄ツーリストまで、おにぎり、そびら、まっちょいびん、どっさい。ええー、ゆむやまの、ゆんたく、それうちね、時間のちょいびん。このツアーもね、バスツアーと歩きツアーを含めまして。今回が九十七回なので、あと三回で、百回、ということになるんですよね。 な数になっているなと思ったりするわけなんですけどもまあコロナの時期も負けずにねあのツアーもやりましたんで結構な回数が、えー、増えておりますそれとグブリー・シャビラも今回が795回ということはあと5回で800回ということになるんでね今年はツアー100回レフリー・シャビラの回数が800回ということでとってもめでたい数字が続,続いてるというかねよう頑張りましたねって。 誰かじゃないけど自分で自分を褒めたいさというような状況になっておりますけどもねあのー、皆様是非これからもね応援してくださいねいゆたさるごとにぎやさびらそれからね毎回調べてるんだけれども後から分かることも結構あるんでねやっぱりいろんなとこ歩いてしっかり、あのー、勉強しておかないと面白いものは見つからないなーっていうふうにも感じましたなので皆さん足元にね楽しいものがいっぱい転がっておりますからねぜひ散歩 それからバスツアーにもご参加くださいね。ゆたさるごとウニゲサビラ。番組のご案内や赤河長町民 AB さん。チュンチチコミ装置。一平二平デービル。